サムエル記第2、14章。セルヤの子、ヨアブは、王がアブシャルムに敵を抱いているのに気づいた。ヨアブはテコアに人をやって、そこから一人の知恵のある女を連れてきて、彼女に言った。あなたは、モに服しているものを装い、喪服を着て、身に油も塗らず、死んだ人のために長い間、モに服している女のようになって、 王のもとに行き、王にこのように話してくれまいか。こうしてヨアブは彼女の口に言葉を授けた。テコアの女は王に話したとき、地に触れ伏し、礼をして言った。お救いください王様。それで王は彼女に言った。一体どうしたのか。彼女は答えた。実はこの私はやもめで、私の夫は亡くなりました。この端ためには二人の息子がありましたが、 二人が野原で喧嘩をして、誰も二人を仲裁する者がいなかったので、一人が相手を撃ち殺してしまいました。その上、親族全体がこの橋ために詰め寄って、兄弟を撃った者を引き渡せ、あれが殺した兄弟の命のために、あれを殺し、この家の世継ぎをも根絶やしにしようと申します。あの人たちは、残された私の一つの火種を消して、私の夫の名だけではなく、残りの者までも、 この地上に残さないようにするのです。王は女に言った。家に帰りなさい。あなたのことで命令を出そう。テコアの女は王に言った。王様、刑罰は私と私の父の家に下り、王様と王位には罪がありませんように。王は言った。あなたに文句を言う者がいるなら、その者を私のところに連れてきなさい。そうすれば、もう二度とあなたをわずらわすことはなくなる。 そこで彼女は言った。どうか王様、あなたの神、主に心を止め、血の復讐をする者が殺すことを繰り返さず、私の息子を根絶やしにしないようにしてください。王は言った。主は生きておられる。あなたの息子の髪の毛一本も、決して地に落ちることはない。するとその女は言った。この橋ために一言王様に申し上げさせてください。王は言った。言いなさい。 女は言った。あなたはどうしてこのような神の民に逆らうようなことを図られたのですか王は先のようなことを語られてご自分を罪ある者とされています。王は追放されたものを戻しておられません。私たちは必ず死ぬものです。私たちは地面にこぼれてもう集めることのできない水のようなものです。神は死んだものをよみがえらせてはくださいません。どうか追放されているものを 追放されたままにしておかないように、ご計画をお立てください。今、私がこのことを王様にお話しに参りましたのも、人々が私を脅したからです。それで、このはしためはこう思いました。王様にお話ししてみよう。王様は、このはしための願いを叶えてくださるかもしれない。王様は聞き入れて、私と私の子を、神の譲りの力、絶やしにしようとする者の手から、このはしためを、 きっと助け出してくださるでしょうから。それでこの橋ためは王様の言葉は私の慰めとなろうと思いました。王様は神の使いのように善と悪とを聞き分けられるからです。あなたの神、主があなたと共におられますように。すると王はこの女に答えて言った。私が尋ねることを私に隠さず言ってくれ。女は言った。王様どうぞおっしゃってください。 王は言った。これは全部、ヨアブの指図によるのであろう。女は答えて言った。王様、あなたの魂は生きておられます。王様が言われることから、誰も右にも左にもそれることはできません。確かに、あなたの家来ヨアブが私に命じ、あの方がこの端ための口に、これら全ての言葉を授けたのです。あなたの家来ヨアブは、 ことの成り行きを変えるために、このことをしたのです。あなた様は、神の使いの知恵のような知恵があり、この地上のすべてのことをご存知ですから。それで、王はヨアブに言った。よろしい、その願いを聞き入れた。行って、若者アブシャルムを連れ戻しなさい。ヨアブは地にひれ伏して、礼をし、王に祝福の言葉を述べて行った。今日このしもべは、 私があなたのご行為に預かっていることが分かりました。王様。王様はこの下辺の願いを聞き入れてくださったからです。そこでヨアブはすぐゲシェルに出かけて行き、アブシャロムをエルサレムに連れてきた。王は言った。あれは自分の家に引きこもっていなければならない。私の顔を見ることはならぬ。それでアブシャロムは家に引きこもり、王の顔を見なかった。さて、 イスラエルのどこにもアブシャロムほどその美しさを褒めはやされる者はいなかった足の裏から頭の頂きまで彼には火の打ちどころがなかった彼が頭を刈るとき毎年年の終わりにはそれが重いので刈っていたその髪の毛を測ると王のはかりで二百シェケルもあったアブシャロムに三人の息子と一人の娘が生まれたその娘の名はタマルといって 非常に美しい娘であった。アブシャルムは二年間エルサレムに住んでいたが、王には一度も会わなかった。それでアブシャルムは、ヨアブを王のところに使わそうとして、ヨアブのもとに人をやったが、彼は来ようとしなかった。アブシャルムはもう一度人をやったが、それでもヨアブは来ようとはしなかった。アブシャルムは家来たちに言った。見よ、ヨアブの畑は私の畑のそばにあり、 そこには大麦が植えてある。行ってそれに火をつけよ。アブシャルムの家来たちは畑に火をつけた。するとヨアブはアブシャルムの家にやってきて彼に言った。なぜあなたの家来たちは私の畑に火をつけたのですかアブシャルムはヨアブに答えた。私はあなたのところに人をやり、ここに来てくれと言わせたではないか。私はあなたを王のもとに使わし、なぜ私を ゲシュルから帰ってこさせたのですか。あそこに留まっていた方がまだましでしたのに。と言ってもらいたかったのだ。今私は王の顔を廃したい。もし私に戸があるなら王に殺されても構わない。それでヨアブは王のところに行き、王に告げたので、王はアブシャルムを呼び寄せた。アブシャルムは王のところに来て、王の前で地にひれ伏して礼をした。 王はアシャルムに口づけした。